ってお掃除お掃除。俺には専属のメイドがいる。ああ、誤ってご主人様が綺麗に管理していた書類をぐちゃぐちゃにしてしまいました。私ったらドジですみません。俺、カラスマ辰巳の父親は大企業の社長だ。ああ、今度はご主人様が綺麗に整理整頓していた本棚をひっくり返してしまいました。てへー。次期社長として高校2年生ながら勉強の傍らで父親の仕事を手伝ったりしている。最近は身の回りのことをする時間もないくらいに忙しくなってきた。そこで父が気を利かせて身の回りのお世話してくれる専属メイドを俺につけた。ははー、ご主人様、失敗ばかりなこのドジメイドをどうか叱ってください。ゃそのメイドというのが彼女、五十嵐るい。俺の一個上で3年前から我が家のメイドとして働いている。とても優秀とのことで俺の専属メイドをここ半年くらいやってもらっているのだが、現状は見ての通りである。お前な、お仕置きですか？この家事スキルが壊滅的なダメージにお仕置きしますか？ちょっと待ってください。こんなこともあろうかと私、お仕置きグッズを常備しているんです。そんなもの常備してんじゃねえよ、このダメージが。ああ、もっともっと叱ってください。叱られてんのに喜んでんじゃねえよ。お前マジでふざけんなよ。部屋をこんなめちゃくちゃにしやがって。大丈夫大丈夫ですよ。私が責任を持ってバッチリしっかりきちんと片付けておきますから。お前にやらせるとろくなことにならないだろうが。例えば本棚の本をわざと関数をバラバラにするとか、そういうしょうもないことをするのだ。私は本当にダメなメイドです。ダメだこいつ、早く何とかしないと。ここまでで分かる通り、こいつはアレな人だ。頭のネジがぶっ飛んだアレな人だ。ではどうして俺がこんなアレなメイドをクビにしないのかと言われると、もう満足したので私、通常業務に戻りますね。いやお前、まずはこの部屋の惨状を何とかして。俺、いつの間にか部屋が元通りどころか綺麗になっている。ご主人様が私のことを心の中であれと罵倒していた間に終わらせておきました。あんな短い時間で？はい、そうです。そう、このメイドは父が選んだだけあってマジで優秀なのだ。家事は当然として、俺のスケジュール管理、仕事の補佐まで、何から何まで完璧だ。だがそんな彼女の唯一の欠点こそがアレなわけである。俺に叱られたくてわざと無能を演じるのだ。まあ、ほんとそれがなければ完璧なのにな。ご主人様、人は誰しも欠点を持っているものですよ。なんでだろうな、お前がすごくいいことを言っているかのように聞こえるのは。実際はただ自分のことを棚にあげているだけなんですけどね。わかってるなら言うな。思わずお前を庭に埋めたくなる。庭に埋める？こいつはもう本当にダメかもしれない。一体どうしたらいいのだろうか。あ、そうか、俺が叱ることはお前を喜ばすだけだから無意味なわけだろ。だったら俺はお前を叱らない、つまりお前を放置することが正解だとひらめいたんだが、どうだろうか。つまり放置プレイということですか？無意味かもしれないけど一応やってみるか。そんなこんなで俺は放置プレイをしてみることにした。それからというもの、あー、またまたご主人様の本棚をひっくり返してしまいました。おや、放置プレイということです？放置プレイというやつですか？放置プレイはそれはそれでとても良いのですが、やはり叱ってもらいたいですね。にゃーにゃー、叱ってほしいにゃー、なんて猫腹かよと思わずツッコミを入れそうになったが、我慢だにゃ。あー、でもやっぱり放置プレイもいいですね。なんか散らされているみたいで、いつもと違ってゾクゾクしますね。ねえご主人様、ねとか言われてもするか。おじぼりおじ、ああ、
ポーチプレイはどうやら失敗らしい。それからも俺は彼女を真人間に戻そうと苦心したが、あまりにも彼女がダメすぎて全て失敗に終わった。そうして頭を抱えた俺はというと、メイド長、このダメイドを俺はどうすればいいんだろうか。カラスマ家で雇っている使用人の多さ、メイド長に相談してみることにした。ヒヒヒヒ、ダメイドって言われちゃいました。うむ、ならクビにしましょう。何か私はおかしなことを申しましたか？首ですか？いやいや、メイド長、俺は何もそこまでしてほしいとは。無能なメイドを専属メイドにしておく必要はないでしょ。うん、グーの音も出ない。ご主人様、もうちょっと頑張ってくださいよ。正直、自業自得じゃね。そんな、私はただご主人様に叱られて、罵倒されて、お仕置きされないだけなのに。だからクビにされるんじゃないだろうか。そんなにクビが嫌だというのなら、来月開催されるメイドオブザイヤーで優勝してみなさい。メイドオブザイヤー？なんだそれ。年に一度、最も優秀なメイドを決める大会です。そこで優勝すればクビを取り消してくれるんですか？ええ、あなたが無能ではなく優秀なメイドであると証明されるわけですから、私から言うことは何もなくなります。どうしますか？やります。私優勝します。よし、メイドオブザイヤー優勝に向けて頑張りますよ。うちのダメイドはダメだが一応優秀だ。その気になれば優勝なんてたやすいだろう。メイド長だってこいつが優秀なことは知っているはずだ。それなのにどうして大会の優勝を条件にしたんだろう。それに今までお咎めなしだったのに突然のクビ宣告、いろいろと気になるところはあるが。うわー、まあ俺が気にすることじゃないか。それからうちのダメイドはメイドオブザイヤーの優勝を目指して張り切っていろいろ頑張っていたのだが。よう、頑張ってるか。ご主人様が様子を見に来てやったぞ。俺が様子を見にやってきたわずか数秒後、先ほどまで完璧な球種をしていたうちのダメイドがカップやらテーブルやらをひっくり返していろいろめちゃくちゃにしてしまった。何やってんだお前は。どうしましょうご主人様。私、ご主人様に叱られたいがすぎるあまり、ご主人様が来ちゃうと体が反射的にドジッコモードになってしまうようです。私、どうすればいいですかね。クビにされちまえ。でも本番は審査員さんに欲するんですよね。ご主人様じゃなければ大丈夫です。残念だが本番の審査員は俺だ。さっきメイド長にそう言われた。今までありがとうございました。お前が諦めてどうする。ダメだこいつ、このままじゃ優勝どころの話じゃない。仕方ないな、俺が協力してやるよ。俺を間にしっかりと休止をしてみてくれ。ですか？誰もいないよりは人がいた方がより本番っぽくなるだろう。そうですね。それじゃあよろしくお願いします。ちなみに採点基準ってどうなってんだろう。基本は減点方式で、ダメなところがあった場合はどんどん点数が引かれていく感じみたいですね。じゃあお前は最初から0点じゃん、ダメイドなんだから。待って言って。俺は容赦なくこのダメイドに0点を叩きつけてやった。それからもこのダメイドはことごとく失敗した。本人の言う通り、俺が相手だと体が反射的に失敗するよう動いてしまうらしい。でもお前満足したらいつも完璧になるじゃん、あれできないのか？そうですね、私が仕事を一つこなすたびにご主人様に一罵倒されないと無理ですね。なんだその等価交換は。ふむ、その調子では優勝は難しそうですね。メイド長、こいつの様子を見に来たのか？はい。なぜそこまでしてメイドにこだわるのです？世の中にはもっと他に仕事があるでしょ。どうなのですか？私はご主人様には返しきれない代恩がありますから、それを返すために私はご主人様のメイドでありたいんです。あとご主人様に叱られたいので。クビにされちまえ。あはー、
ご主人様、もっと言って。坊ちゃまはこのメイドのどこがそんなに良いのですか？メイド長の気持ちはわかる。正直俺もさっさと解雇してやりたいところだ。そのメイですよ。もっと下げさんダメで私を見てください。そうそう。でもまあダメな子ほど可愛いというか、こいつはなんやかんやでやるときはやるからな。信頼してるんだよ。そうですか。お、笑った？それからメイド長が去った後も俺たちはメイドオブザイヤーに向けて練習を重ねたのだった。そしてメイドオブザイヤー当日、俺、カラスマタツミは誘拐された。要件は分かってるよな。全く分からないが。さあ、その通り、身代金だ。どうしよう、人の話聞かないけど。てめえ、随分と余裕そうだな。でも本当は内心でめちゃくちゃビビってるんだろ。強がらなくてもいいんだぜ。怖いな。正直に言うと怖くないわけではないが、父親がお金持ちだと割とこういうことがよくある。事実、俺は過去に何度か誘拐されている。今回で何度目だろうか。怖いは怖いが慣れてしまったところがある。俺たちはな、警備が手薄になる今日をずっと待っていたぜ。どうだ、頭脳派だろ。警備が手薄？違う違う、必要がなかっただけだ。手薄というならいつも手薄だ。ま、あいつがいつも通りならそもそも俺が誘拐されるようなヘマなんかしなかっただろうが。なんだよ、何笑ってやがんだ。お前たちは知らないだろうけどな、あいつはほとほと呆れるくらいバカなやつだが、でも俺はあいつを信頼している。あいつはやるときはやるってな。お前と何言ってんだ。もしかしてトシキが来るとでも思ってんのか。トシキなんて来るわけねえだろうがよ。ここは俺たちしか知らない秘密のアジトなんだからな。それはどうでしょうか。え、はいだ。おい、急にどうしたんだ。あいだ。ご主人様に危害を加えた者は何人たりとも逃しません。殲滅します。それからはルイの独壇場、無双状態だった。何人もいる誘拐犯たちをあっという間に気絶させ、全員漏れなくお縄にしてしまった。申し訳ありません、ご主人様。私のせいでこんな。いいからいいから、今からならまだメイドオブザイヤーに間に合うだろう。しかしそんなことを言ってる場合では。俺がいいって言ってんだから早くしろよ。もしも優勝できないようなことがあったら分かってるな。はい、それじゃ行きます。その後俺たちはメイドオブザイヤーには間に合った。だが結果としては優勝できなかった。その原因は俺を誘拐犯たちから助ける際に利き足を負傷したことにある。このことをメイド長に話したものの、メイド長は全く取り合ってくれなかった。そもそも坊ちゃまをみすみす誘拐されるなど言語道断です。あなたは信頼されて坊ちゃまのことを任されていたんですよ。それに坊ちゃまを助け出した上でメイドオブザイヤーも優勝してみせるのが真に一流のメイドでしょ。はい。よってあなたは坊ちゃまの専属メイドをクビにします。こうしてルイは俺の専属メイドをクビになった。後日俺には新しい専属メイドがつくことになった。新しい専属メイドか。坊ちゃま、新しい専属メイドを連れてまいりました。メイド長、俺やっぱりルイの方が。あれ、ルイ、なんでお前が。それが私にもよくわからなくて。あ、そういうことか。あまり驚かれないのですね。なんか違和感があったからな、最初から。だから今気づいたよ。どういうことです。坊ちゃまは何に気づいたのでしょうか。今までお咎めなしだったのに急にクビって言われただろ。あの時からメイド長はルイをはめるためにいろいろ策を巡らせていたわけだ。そうだな。さすが坊ちゃまです。
なるほど、私をはめる、エッチなことですね。私は常々あなたには失敗をしてほしいと思っていました。私にですか？あなたは優秀です。それこそ私など遠く及ばないほどに優秀で完璧です。あれほど坊ちゃまと戯れておきながら家事が滞ったことも、坊ちゃまのスケジュールにズレが生じたこともない、非の打ち所がないメイドの理想形とでも言いましょうか。こいつがか？あはー、その詐欺すんだような目、もっとその目で私を見てくれないわせにの。そこはともかく、彼女は完璧なメイドなのです。それはとても素晴らしいことですが、彼女はあまりにも失敗をしない、失敗を知らなすぎるのです。それは彼女の今後の人生を考えると良くないことでしょう。ですから私は彼女に失敗を味わってほしかったのです。つまりあの誘拐犯もフェイク、首も嘘、全てはこのダメイドに失敗させるための八百長だったわけだろ。え、その通りです。彼女はいつも失敗ばかりしていますが、本当の失敗をしたことがない。この先旦那様を継いで大きなものを背負うことになる坊ちゃまの補佐として、彼女を成長させるべきだと思いました。メイド長、これからも精進なさい、五十嵐るい。はい。こうして一連の騒動は幕を閉じ、るいは俺の専属メイドに戻ってきたのだが、ご主人様のデスクをめちゃくちゃにしてしまいました。さあ叱ってください、ご主人様、このダメなメイドを。さあさあ、あら、どうしたんですか？早くお食器しないんですか？いや、やっぱりこいつ首にすればよかったなと思ってな。そんなこと言っちゃって、いざ私が首になりそうになったら寂しいくせに。そんなことねえよ。でも私がメイド長に首を宣告された時とか、それにメイド長が新しい専属メイドを連れてきた時に、あれは、それに私、ご主人様が私のことをとても信頼してくれていることは知っていますから。別にお前がいなくて寂しいとか全然思ってないからな。信頼とかしてないんだからな。私ツンデレとかはちょっと普通にお仕置きしてくれません？もうこいつほんとクビにしたい。おまけ、ご主人様、ご主人様、こちらに縄があります。お、さあこの縄で私を縛ってください。なんでだよ。なぜ？愚問ですね。そんなの、そこに縄があるからですよ。あはー、いいですよ、その詐欺すんだ表情。もっとその表情で私を見て。おー、こいつ本当にダメかもしれない。あー、ついご主人様のニャンコレクションを私のお仕置きグッズに差し替えてしまいました。どういう失敗なんだよ。その顔です。もっと詐欺すんだ。